日本の70年代から80年代の女子中高生のほとんどがこのようなインゴムのスキャンティを身につけていた。平均的な M サイズのスキャンティは平面に置くと横幅は15センチほどである。ローライズカットなので履くとお尻の半分がはみ出た状態になる。スキャンティは極めて丈の短いパンティのことを指す。ショーツよりさらに布地の面積の小さい下着のこと。 吐き込みの浅いタイプ、つまり、スーパーローライズで、紐状に脇の布が細いものがスキャンティ。これは、和製英語で、スキャンティとは、乏しい、足りないという意味の英単語。スキャンティとも言う。生活文化史によると、スキャンティは、スキャンダルにパンティを合わせた造語であるとして、スキャンティとは、スキャンダルを起こすような、あるいは起こさせないような精神的貫通。 肉体的貫通を暗示するようなよろめきパンティーである。という定義を指摘しているが、これは当時のマスコミによる後付けの解釈と否定されている。デザイナーで画家のカモイヨが1955年に自らがデザインした下着につけた名前である。当時は下着といえば白が主流で、残りのほとんどは肌色が常識であり、鮮やかな色のついたものは 生産業界一部の小塚以外には敬遠されていたが、発売にあたって、画期的な7色のパンツというコピーで宣伝された。1980年代に特に流行し、その当時の若い女性は誰でも普通に履いていた。普通のコットンショーツが横 28cm、縦 26cm 程度の用順であるのに対し、スキャンティーショーツは横 19cm 以下、 1> 縦1 6トル以下である。メンズ用もある。現在のショーツはお尻を包み込むようにデザインされているため、ハイレグタイプでウエストラインが高く大きな形状になっている。それに対し、スキャンティーは履き込みが浅いため商品によってはお尻の割れ目が見えてしまうものもある。サイドの深さも1 5トルから5ンチと浅い。現在では、 冷え性防止という健康上の理由、お尻の形が悪くなるという美容上の理由や、パンツ、タイトスカートに、下着のラインが映らないようにというオシャレの観点から、深くお尻を包み込むデザインの方が良いと言われているので、スキャンティーは実用向きではなく、どちらかというと見た目重視タイプで、性的なイメージが付きまとっている。ありがとうございます。